さあどうも寮母です。ちょっとコロナでしばらく休んでたんですけど、ちょっと皆さんに何があったのかちょっと全部話そうかなと思います。ことの発端はもうまず僕実家に住んでるんですけど、僕がそのコロナになる前にも家族が2人ともコロナになってて、なるのかなと思ってたんですよ。タイミングがもうすごい悪くて、年末めちゃめちゃやりたいこといっぱいあるからちょっと楽しみにしてくださいみたいな言ったと思うんですよ僕。それと被って結構いろんなことできなくて、27日僕一番楽しみにしてたサスケが年一で今あるんですけど、僕年一で楽しみにしてるんで、1年間ずっとサスケと見てるんですよ。 YouTube の公式チャンネルとかあれ見て、もう今年はこの日にありっていうのを1ヶ月くらい前から知ってて、もうじゃあ当日で今日見るってタイミングだサスケの話やりましょう。熱くなるとダメなんで、ちょっとサスケの話はちょっと大みたいです。まあ、だから27日をサスケ見てるタイミングになったってことですね。まあ、その翌日28日おもんなやつ脱退の撮影があったんで絶対出なきゃいけないと思って熱あったんですけど、撮影直前までギリギリ薬飲んだら3時間ぐらい前に治って、それで行けたっていう感じなんですよね。まあでもあの時脳は動いてたんで正直あんま僕喋れなかったんですけど、多分コロナのせいとかではないと思います多分。でも29日以降も熱出て、それが30日ですよね。30日も年一で楽しみなことがあったんですよ。毎年僕おばあちゃん家に餅つきみたいなのがあってそれに行くんですけど、去年それがなくて今年あったんでちょっと楽しみにしてて行きたいなって思ったんですけど、まあ、コロナで行けなくて、まあ、その時にはコロナって分かってないんですけど、まあ、コロナって僕分かってたんですけど、一応まあ検査に行って、まあ、なんか鼻に詰め込むんですよ。そのコロナの検査する時って10分ぐらい待ってくださいって言われて、まあ、10分待ったら検査結果が出るらしくて、で10分間よし待とうと思って座ってたら、もう30秒後ぐらいに検査結果出ましたって言われて、コロナですって言われて、もうコロナすぎて10分かかる検査が30秒で終わるっていう、あまりにもコロナすぎる人間になってたっていうのが分かったのが30日。僕結構サブチャンとかでめっちゃ生放送するんですけど、放送もできないし、あとあれね、マリオの死んだら最初から初代マリオもできなかったんで、放送に関してはもう心残りしかなかったですよ。でも新年明けて初詣行くじゃないですか皆さん。僕去年行けたくて初詣に、だから今年はちょっと行きたいなって思ってたんですけど無理でしたね。であとさっき配信してないって言ったんですけど、唯一1回、まあ、2回か配信したんですよ。コロナになってからなんか大喜利をするっていう流れになって、さっき大喜利の自信についてたんでちょっといけるかなと思ってやったら、1時間ずっと滑り続けるっていう、ちょっとあれはマジで忘れられなくないですね。マジで本当に地獄だった。だからあの配信のせいで今ずっと引きずってるから、まだ大喜利動画ちょっと出せないんですよね。ちょっと今ちょっと大喜利動画を楽しみにしてくれてる皆さん、もしいたらちょっと非常に申し訳ないんですけど、ちょっと あれの配信のせいでちょっとできないかもしれないですね今後一切。まあ、そんなことは待って、正直最悪な年末年始だったんですけど、まあ、家の中でもコロナ落ち着いてきたあと、まあ、数日しばらくしてから次なんかインフルが入りだしたんですよ。で僕も久々にちょっとコロナ明けてもう熱なかったんですけど、久々に熱が出て、あやばいインフルかもと思って、それがだいたい1月の5日とか6日とか、1月8日って成人式があるんですよ。でも20歳だったんで成人式あって一生に1回しかないじゃないですか成人式って、それもいけないのかなと思って、でももしインフルで熱続いたらこれやばいなと思って、めちゃめちゃ成人式当日までマジでもう何の影響もなくて、動画も撮れなくて再生数も落ちてたし、しかも成人式だけならまだしも成人式の次の日学校あったんですよ。でその授業が大学なんですけど、その授業行かなかったら単位取れなくて、そこだけは絶対行かないといけないと思って、そこでもうインフルだったら成人式も行けないし単位も落ちるしちゃって、でまあ結果インフルじゃなくて成人式も学校も行けたんですけど、で今もまだ喉、まあ、今の状態なんですけど多分カットして咳出てないようにしたんですけども、喋るとめちゃめちゃ咳出るんで多分まだ配信ちゃんと多分できないし、動画もちょっと撮れないかもしれないっていうか、なんかカットでどうにでもなるんですけど、例えばなんか面白いシーンがあってなんか突っ込んだりとか笑ったりとかって、そのタイミングで高確率で咳込んだりするからこんな感じで咳込んだりするんで、動画もうかつに撮れないなと。まだだから完治とまではいってないですよ。でこのコロナの後遺症か分かんないんですけど、そのなんか薬を飲んでたことによって鼻水がめちゃめちゃ出て、その影響で
逆にもう鼻が詰まってくるっていう、わかりますね、これ今鼻で息ができないっていう、まあ、できなくはないんですけど、最近は比較的できるようになったんですけど、その影響で口の中がめちゃめちゃまずいみたいな状況になって、味覚あるんですよ、味覚あるんですけど、それご飯食っても何も美味しくない。成人式行った後にご飯食べに友達と久々にちょっと外食をしたんですけど、お肉食べたんですけど辛いだけっていう、なんかその影響もあるのか、食欲が本当なくて体重がめちゃめちゃ落ちましたね。だから成人式の話はちょっとまたしたいんですよね、放送かなんかで、ちょっといろいろ面白いことあったんで、僕の中では変なカットをしまくってると思うんですけど、あと今現在進行形で鼻血が出てます。カサカサ落としてるかもしれないけど、ということでね、今年の目標、今年は居心地のいい環境を作るっていう、僕の中の居心地いいなっていう場所はもうなんか視聴者さんが結構容赦なくコメントとかできる場を作りたくて、あんま平和なとこ好きじゃないっていうのがちょっと正直あって、まあ、平和なとこは別にそれはそれでいいと思うんですけど、僕の中で結構タメ口でも全然大丈夫で、いやこれも正直説明がマジで難しいんで、ちょっとあんまりなかなか言いづらいんで、ちょっとここで一旦止めとこうかなと、まあ、ちょっとこれ以上はちょっと話長くなりそうなんで、サベちゃんで話そうと思ってます。ということで、去年1万人行って引退せずに済んだんで、2024年もよろしくお願いします。